日曜日ですのでね、今週の予定についてお伝えしていきたいと思います。まず先ほども申し上げました通り、明日6日月曜日からですね、臨時国会が召集され、岸田首相所信表明演説をします。また6日月曜日には、真鍋さん、ノーベル物理学賞のメダル受賞ということで、ワシントンで、ノーベル物理学賞のメダル授与が行われるということになります。そして12月8日水曜日、真珠湾攻撃から80年ということになります。1941年太平洋戦争が開戦されてから80年という、長い月日が経つわけですけれども、真珠湾攻撃から80年、もともとね、75年、2016年、今から5年前、2016年にはですね、日本のサミットのタイミング機会を捉まえて、オバマ大統領を広島に訪問、その時にはね、当時外務大臣だった岸田さんも、広島選挙区選出国会議員としての立場もあり、英語で、オバマ大統領にいろんな説明をしたというタイミングがありました。そしてその後2016年の12月には75年のパールハーバー真珠湾での式典、こちらに日本から安倍総理が招かれるということがありましたけれども、それから5年、真珠湾攻撃から80年という節目の周年を迎えて、日本どういうふうに考えていくのかというところですね。もうすでにバイデン大統領、この真珠湾攻撃80年に向けてのメッセージ、すでに出しておりますけれども、80年前敵だった、日本とアメリカが今は一つの同じ仲間として、国際社会に取り組んでいると、こういうふうに変えていった国際社会の力、こちらのねパワーを今一度使っていくべきだというような、こういったメッセージになっており、中国を念頭にですね、今対立関係深まっていますけれども、ゆくゆくは中国もアメリカとともに友人関係になれるはずだということを願いたいと思っておりますが、12月8日は8日としてね、どんなメッセージが出てくるのかというところが非常に注目されるところかなと思っています。そして12月9日10日、こちらね、アメリカバイデン大統領主催の民主主義サミット、こちらが開かれていきます。アメリカが主導して110カ国地域、こちらを集めたですね、サミットということになり、日本や台湾などが招待されております。中国やロシアは招待されておらず、アメリカ民主主義国家の結束、こちらを非常に強く示していくというような、こういったね、会合になっていきます。実際に初めての取り組みとなっていきますが、オンラインで開かれていくこの民主主義サミット、その中でどんなメッセージが出てくるのか、そしてどんな決定事項的なねことが入っていくのかというところが非常に注目されるところになっております。そして12月10日、こちらはね、 SBI ホールディングスによる新生銀行への TOB の期限ということで、吸った問題ありました。 TOB、こちら12月10日、今週金曜日がですね、TOB の期限ということになりますんで、そこで、実際にどういうふうな内容になっていくのか。また、12月10日には G7 の外相会合が、イギリス中部のリバプールで、開かれます。こちらにね、林、外務大臣、初めての外遊ということになると思いますが、民主主義サミットも開かれた後の流れの中で G7 として、外相としてね、どういうふうな取り組みをしていくのか、どういった内容、メッセージが出されていくのかというのが非常に注目されます。そして12月10日にはですね、ノーベル平和賞の授賞式、オスロで開かれるということにもなっておりまして、非常に今週12月第2週目にあたりますけれども、いろいろと大きな動きあるのかなと思います。経済の面でもですね、家計調査、日本の家計調査とか、毎月勤労統計、景気動向指数などが12月7日火曜日に発表され、中国の貿易統計とか中国の外貨準備高、こちらも7日火曜日、中国の消費者物価指数 CPI、こちらも9日に発表されていくということになりますので、
非常に注目される一週間、いろんなね、経済の話、政治の話、こういったもの、そして、国際政治、国内政治、どちらも大きな動きのある一週間となっていきます。またね、12月最初、この時期というのが、一番こう、日の入りが早い時間ともなっておりますので、冬季鬱とかね、やっぱ日照時間が限られてくると、冬季っていうのは寒さとか、この日照時間が短い、暗くなっていくっていうところで、すごく寂しい気持ちになる期間でもあります。体がまだ慣れていない、そういったところもあるので、しっかりとね、この季節、楽しく明るく乗り切っていく、そんなね、一週間にしていけたらなと思っております。